カンブレーの戦いは、1917年11月20日から12月7日にかけて行われた第一次世界大戦におけるイギリスの攻勢作戦である。フランスの能力圏にあるカンブレーは、当時ドイツ軍のヒンデンブルク戦の一部であるジークフリート戦のための重要な補給地点であった。また、近在のブルロンの丘陵には、北方のドイツ軍前線の後輩を脅かすという、 優れた利点があった。この作戦では実験的に砲兵を運用することも予定されていた。第9不評師団の司令官であったヘンリー・ヒューチューダー少将は新しい不法連合の戦法を彼の担当する戦区で施行することを提案した。作戦準備段階で王立戦車軍団の参謀将校であったジョン・フレデリック・チャールズ・フラーは奇襲部隊として 戦車を投入するための場所を模索していた。ジュリアン・ビング大将はイギリス第三軍の指揮官についており、戦車部隊を攻撃に参加させることを決定した。本作戦は、諸兵科連合の作戦を行った際に、最初に戦車を大量投入したとして、しばしば注目される。しかし、フランス軍はすでに1917年4月に130両、以上、5月に48両、 10月に92両と自軍に大量の戦車を配備し、またイギリス軍も同年6月から7月、イープルにて200両以上を展開していた。カンブレー諸戦においてマーク4戦車は成功を収めたが、防府標からなるドイツ軍の守備部隊はマーク4の装甲の弱点を見つけ出し、これらの車両は戦闘の2日目以後ほぼ無力化されていた。この戦闘は大まかに言って、 強力な防御陣地に対する奇襲攻撃と技術的優勢を達成した不法連合部隊の攻戦である。しかし弱かったドイツ側の不評と砲兵の防御力は速やかに増強された。イギリス側の攻撃はドイツ軍の保持するヒンデンブルク戦が突破可能なことを事実として証明した。また敵砲兵陣地の音源標定や浸透戦術のような新しい砲兵。 不評の運用法の価値を示した。これは、後の100日構成で重要な役割を果たすこととなる。この戦闘を戦車戦だったとする一般的な認識は、大半が歴史家としては偏った見方をしたベージル・リデルハートと j カイシーフラーの著述の結果である。彼らの著述は、作戦計画への貢献を不正に主張している。ダグラス・ヘイグを批判するリデルハートは、 この戦いをドクトリンの新しい形を示すものとして使おうとした。1925年から1939年にかけてデイリー・テレグラフ及びタイムズ氏の軍事担当記者であったリデルハートの地位が大衆に広く訴えかけ、甚だしい影響を与えることを可能にしたのである。近年のいくつかの研究やイギリスの公式選手では、 この戦いにおける彼らの見解を否定している。イギリス軍の作戦は、第9不評師団の砲兵司令官、ヘンリー・ヒュー・チューダーの構想から始まった。1917年8月の時点で彼は、巡承であり、彼と指揮下の部隊が配置についた砲軍団の場所で、奇襲攻撃の着想を得た。チューダー巡承は、不法連合を主とする攻撃を提案した。またこの作戦は、 ドイツ軍の保持するヒンデンブルク戦の突破口を確保するため、少数の戦車部隊で支援されうるものだった。ドイツ軍の防衛力は恐るべきものであった。カンブレイはそれまで前線における静かな区域であったため、ドイツ軍は彼らの前線をより重心的に防御でき、またイギリス側はこれを認知していた。チューダー殉賞の計画は、砲兵と不評の戦法に重点を置いた。 陛下連合における、新戦術を試み、強力なドイツ軍の防御陣地に対して、これらが、どの程度効果的かを確かめようとするものだった。チューダー殉賞は、音源標定の使用と、敵の方に反撃しない、無言の標定を主張し、即座の制圧射撃と奇襲を達成しようとした。チューダー殉賞はまた、広大な有志鉄線による防御を排除するために、戦車の投入を試み、 気候部隊の支援として、榴弾の爆発によって、クレーターができないように設計されたナン、no. バー106榴弾新棺を用いることにした。11月20日の朝6時ごろ、戦いは夜明けに開始された。1003本の火砲から、ドイツ軍の防御の上に、注意深く準備された標定なしの計算射撃の弾幕射撃が行われ、さらに円幕弾と移動弾幕射撃が続いた。 支援砲撃は最初の進撃地点の270メートル前に肌接して行われた。機密保持の努力にもかかわらず、ドイツ軍は十分な警戒を行えるだけの機密情報をすでに受け取っていた。アブリンコートへの攻撃が予期され、また戦車が使用されると予想されていた。構成部隊として、プルトニー中将が指揮する3軍団の不評6個師団が右翼を担当し、 ウールコンビー中将の指揮する法軍団が左翼を担当。さらに支援には戦車軍団の9個大体約437両が投入された。予備兵力には法軍団の1個不評師団、キャバナー中将の指揮する騎兵軍団から3個師団が用意された。撃破されたイギリス軍の戦車。1917年11月29日。当初、大部分の戦域で、 かなりの成功が収められた。また、それは、圧勝が手に届くところにあるかのように見えるものであった。ヒンデンブルク戦は突破され、最大で8キロメートル先まで進撃していた。右翼では、第12イースターン師団がラトの森まで前進し、彼らはそこで残豪を掘るよう命じられた。イギリス第20ライト師団は、ラバキリーを強引に通過し、 モスニアーズにあるストリートクエンティン運河に架かる橋を確保するために前進した。この橋は通過する戦車の重量に耐えられず、崩落してしまったため、そこからの進撃は望めなくなった。中央部では第6、4軍団の正面では、イギリス第51ハイランド師団が最初の目標であるフレスキアーズで止まってしまい、これによって両側面の士団が縦車にさらされた。 第51師団の司令官、ジョージ・モンター・ギュー・ハーパーは、戦車軍団の標準として規定された。戦車戦術ではなく彼独自の戦術を用いたが、不評及び戦車の過度な距離が失敗を招いた。フレスキアーズはまた、ドイツ軍の前線において、最も強固な地点の一つであり、その側面は別の加点によって支援されていた。防御側は、クレープス少佐の指揮下にあり、戦車に対して、 巧妙に対応した。クレブス指揮下のフレスキアーズ守備部隊は戦車に対して前線し、ほぼ40両の戦車がフレスキアーズの下方により撃破された。いくつかの報告が、第108夜砲連隊の孤立した、砲兵員、テオドア・クリューガーによって5両が撃破されたと主張している。兵具元帥の発した文書は、日記に残された砲手の勇敢な行為を称えている。 クリューガーの行為にはほとんど証拠がないが、最高で9両の戦車の撃破が彼の功績だったという可能性はある。作戦行動中の戦車28両の喪失は、ドイツ軍の火砲によるものと故障によるものが混ざり合っていた。ヘーグ元水がこの報告によって、不評と共同の平和連合に失敗したことを目立たなくしようとしたとも考えられる。というのも、彼は、 戦車部隊に対して、不評の支援なしに攻撃を命じていたからである。後に、元水は、消火器の飛び交う中、戦車を行動させるための砲兵員を引き連れてくる、ためには、小競り合いが可能な不評が必要であると正しく、結論した。この、伝説的ドイツ軍人に対する、一般的な説明は、イギリス軍の戦車部隊が、ドイツ軍第54師団に直面していたという、 事実を無視している。第54師団は対戦車戦術の特別な訓練を受けていた数、少ない師団の一つであり、ニベル構成でフランス戦車と戦った経験があった。このような状況下にあったが、ドイツ軍は夜間にフレスキアーズの放棄を余儀なくされた。イギリス軍の構成、フレスキアーズの製法では、 第62セカンドウェイストライディング師団が、アブリンコートとグレインコート間の敵を一掃して、バーロン丘陵の森林に達し、また、イギリス軍の左翼では、第62ウルスター師団がバパウメットンブレイ間の街道に到着した。戦闘2日目になり、戦車のうち180両が行動不能となっていたが、破壊されたものは65両に過ぎなかった。行動不能車両のうち71両が、 機械的な故障によるもので、43両が溝に落ち込んで格座した。イギリス軍は約4000名の犠牲者を出し、4200名の捕虜を連行した。この犠牲者の比率は、第3次イープル海戦の半分であり、第3次イープル海戦で3ヶ月かけた進出よりも、多くの距離を6時間で進出できた。イギリス軍はバーロン丘両への到達に失敗した。 ドイツ軍は夜を徹して援軍を急破するよう指示した。ドイツ軍にとってイギリス軍が初期の獲得領域を完全に利用できていなかったことは安心材料だった。21日に戦闘が再開された時、イギリス軍の前進速度はずっと遅くなっていた。すでに放棄されたフレスキアーズとコントニングは早朝に占領されたが、イギリス軍は一般に 獲得した領域を広げようとするというより、その地点を強化しようとした。スリー軍団の行動は、停止が命じられ、4軍団に注意が移った。進撃は、バーロンの丘陵を目指していた。戦闘は、バーロンの周辺で激烈であり、森の直前の2では、高い損耗が生じた。ドイツ軍の反撃は、21日に、ムーバースから、22日にはフォンテーヌから、 イギリス軍を締め出した。ニが疾患した時でさえ、第62師団は、バーロンの森林に侵入できずにいた。イギリス軍は、突出部で攻撃にさらされたままになっていた。平グ元帥は未だにバーロンの丘陵を欲しており、疲弊しきった第62師団は23日に、ジョンポン・ソンビーの指揮する第40師団と交代した。 約100両の戦車と430門の火砲の支援のもと、第40師団は23日の朝、バーロン丘陵の森林に攻撃をかけた。しかし彼らはほとんど進めなかった。ドイツ軍は二個師団からなるグラパ・アラスを丘陵に配置しており、予備として二個師団が置かれ、さらにグラパ・コドリーには増強がなされた。イギリス軍第40師団は丘陵の頂上に到達し、 そこを占拠したが、この3日間の彼らの奮闘では4000名以上の犠牲者が生じた。多くのイギリス軍の将兵が森の向こうへ進むために押し込まれたが、しかし、イギリス軍の予備兵力は速やかに消耗し、またより多数のドイツ軍の増援が到着していた。最後のイギリス軍の攻撃は27日、戦車30両で支援される第62師団によって行われた。 初期の成功はドイツ軍の反撃によってすぐに元に戻されてしまった。今やイギリス軍はおよそ1 1トル9 5キロメートルの突出部を持ち、丘陵の頂上に沿った前線を保持していた。28日、攻勢は停止され、イギリス軍の将兵には有志鉄線を展開して残豪を掘るよう命令が下った。ドイツ軍は素早く彼らの方を イギリス軍の新しい位置へ向けて迅速に集中させた。28日には1万6000発以上の砲弾が森林に打ち込まれた。ドイツ軍の反撃。イギリス軍が給料を占めたために、ドイツ軍は地域兵力の増強を開始した。23日という早い段階で、ドイツ軍の司令部は、イギリス軍の突破が起こらないことを感じ、反撃を考慮し始めた。個団が、 カンブレの地域に展開された。ドイツ軍はバーロンの都市部を取り戻すことを期としており、陽動作戦としてアブリンコート周辺でも攻撃を行い砲軍団を拘束した。この構成は少なくとも旧来のヒンデンブルク戦の位置に達することが期待されるものであった。ドイツ軍は新戦術を用いるつもりであり、この激烈で短く終わる砲撃に続いて、 迅速な攻撃を行うフーチェルの浸透戦術においては、波状に攻撃をかけるのではなく、グループで攻撃し、また強固な抵抗は迂回するよう部隊を指導していた。バーロンへの最初の攻撃には3個手段からなるグラパ・アラスが投入され、これにオットー・フォンモーザーが任命された。イギリス軍都市部の東部側面では、グラパ・コドリーがバントゥーゼルからルーマリーへ攻撃し、 マーコイングへの進出を狙った。グラッパ・バサーグニーは、バントゥから前進した。これら2個軍主体は7個不評師団を要していた。イギリス7軍団は、脅威となる地域の南側にあり、同軍司令官のトーマス・ドイリースの中将は、3軍団に、ドイツ軍の展開について警告した。カンブレーにて捕獲されたイギリス戦車。 ドイツ軍の攻撃は11月30日の朝7時に開始された。直後、大多数のスリー軍団の師団が激しい、抗戦状態となった。ドイツ不評の前進は予想外に速やかなものだった。イギリス軍第29師団及び第12師団の司令官たちはほぼ全員が捕虜となった。ヴィンセントョ将は彼の司令部の脱出路を確保するため戦わねばならず。 また交代中の部隊からドイツ軍を足止めするための将兵を引き抜かねばならなかった。南方ではドイツ軍の進撃が1 3トルにわたって広がり、バーロンへ至る重要なメッツの村まで数マイルにまで迫った。バーロンにおいてモーザー機関の将兵はより強力な抵抗を受けた。イギリス軍は発掘師団の火力支援を給料へ割り当て、ドイツ軍は多大な犠牲者に苦しんだ。 これにもかかわらず、ドイツ軍は近接し、激戦が展開された。イギリス軍の部隊は、無謀なまでの決意を示した。八丁の機関銃からなる一部隊は、給料を保持しようとするイギリス軍の努力の集中は、印象的であったが、他の場所でのドイツ軍の前進の機会を大きくする、ものでもあった。イギリス軍、この絵師団の唯一の反撃と、イギリス戦車の到着。 それに日没によって戦線は保持された。翌日までには、ドイツ軍の進撃の勢いは失われたが、12月3日には、ドイツ軍は戦線を押し込み、ラバキリーを占拠し、イギリス軍は、ストリートクエンティン運河の東部から撤退した。ドイツ軍は、クエンティンの丘陵から近くのマーコイングまで輪を描く、前線に達した。ドイツ軍がボンバイズの丘陵を占領したことは、 イギリス軍によるバーロンの保持を当てにならないものにした。カンブレイ近郊の将兵を訪れる途中のマービッツ将軍とビルヘルム2世。1917年12月、戦闘の前と後の前線の図。12月3日、ヘーグは都市部の部隊に退却を命じた。そして12月7日までにイギリス軍の獲得した地域はほぼすべて放棄された。例外は、 ヒンデンブルクセン周辺のアブリンコート、ライブコート及びフレスキアーズである。ドイツ軍はこの湿地をウェルシュ丘陵の南方の土地との交換で埋め合わせた。犠牲者は両軍ともに約4万5千名である。1万1000人のドイツ人と9000人のイギリス人が捕虜として捕らえられた。領土に関してはドイツ側は初期に被った湿地の大部分を回復し、 他の場所でわずかな領土を得たが、足し合わせても若干の湿地があった。この戦闘はイギリスにとっては、最も頑強な残酷防御でさえ、新規に可能になった戦法と兵装を用いての奇襲的な不法連合の攻撃、そして追加投入された大量の戦車の攻撃をもって挑めば、乗り越えられることを示すものだった。また、ドイツにとっては、当時ロシア軍に対抗するために、 フーチル将軍により開発されたばかりだった突撃不評が行う浸透戦術の有効性を示すものだった。これらの戦訓は後に両軍によってうまく遂行された。イギリスからの攻撃のショックからのドイツが復活したことはドイツの士気を高めた。しかしこのような攻撃がその後もあり得ることはドイツに対戦者防御や対戦者兵器に資源を割かねばならないことを意味したが、 ドイツには余裕がなかった。戦車に適した地面の場所ならどこでもこのような奇襲があり得る。このような場所は短期間で激戦場に変わり得るのでもはや静かな戦線と呼ぶことはできない。ありがとうございます。